怒りが収まりそうもない。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が7日、日本時間8日、パドレスとの地区シリーズ第3戦を控えた前日会見に出席。第2戦でマニー・マチャド内野手がドジャースのダグアウトに向けてボールを投げ込んだことに対し、本当にリスペクトにかける行為だ、と痛烈に批判。また、自身にボールが当たりかけたことも明かした。ドジャースは第2戦。 ダルビッシュ優投手に7回1失点と封じられ、6本塁打を浴びてにマイナス10で大敗した。6回にはドジャース先発のフラハティがタティス・ジュニア。2死球、続くプロファーはスミスと言い合いになり、ロバーツ監督もグラウンドに飛び出そうとしていた。その後、フラハティは三振に仕留めたマチャドを罵倒。そして7回のドジャースの攻撃が始まる前には、 左翼席からボールや缶が投げ込まれ、試合が9分間中断する異常事態が起きた。この間、ロバーツ監督は直接マチャドと話したわけではなく、彼に目を向けて首を振ったことが唯一のやりとりだったという。意図的に先頭打者を当てることはないと知らせるためだ。3、4、5番が控える中、意図的に先頭打者を歩かせることをしないのは、 野球人であれば誰だってわかることだ。意にかなわないことだ、と、支給が意図的でなかったことを強調した。しかし、マチャドは口論の後、ドジャースのベンチにボールを投げ込んだとされる。この日、地元記者から退場にすべきかと問われたロバーツ監督は、その時は、マチャドが投げたことには、気がつかなかった。でも、ビデオは見た。病状シーンをものすごく失ったよ。 と心境を明かし、もちろん、この数年の私とマニー、マチャド、の関係性もある。明らかに、意図があった。ネットがあったから、私に当たることはなかった、と語った。ロバーツ監督は怒りを抑えつつも、彼の意図はわからない。私は彼の代弁をしたくない。私がビデオを見たところ、ボールは私にめがけて投げられていたし、何か意図があった。 何が原因でそうさせたのかはわからない、とマチャドを批判。そして、本当にめんどくさいことだ。もし、私に対して向けられたものであれば、本当にリスペクトにかける行為だ、と呆れた様子だった。試合が中断する中、マチャドが温度をとってパドレスナインはンを組んだ。これに対しても、エンジンを組んでミーティングをすべきではなかったと思う。 相手監督に選手がボールを投げつけてもいいのであればね、とロバーツ監督。もう一度言うけど、彼は意図的にいざこざを起こして、それを燃料、力に変えているんだと思う、と納得がいかない様子だった。